が立ち込めている。視界は悪いが急いで森を抜けねば。子供のらは虚構の兵。孫作、君を狙ってきたのは虚構なのか。ああ、俺は相当恨まれてた。おや、よくはこのような小さな。あいつ昔の術を使ってきたぜ。なんだこの気味悪い奴らは。このまやかしだってのか。幻影兵を操る者がいるはずだ。その者を倒せねばキリがあるまい。消えたようだ。急いでこの森を脱出しよう。一体この森はどうしたというのか。何かこう怪しい気配に満ちている。そう、そう、俺は思います。ああ、頼みにしているぞ中隊。矢が降ってきやった。急いでここを抜けねえか。弓兵ならば指揮する将がいるはず。見つけ出して倒し、この矢を止めよう。Thank you.
こと。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。曹操の兵だ。この状態で曹操軍などと戦えるはずもない。今は孫策の治療が最優先だ。急ぎこの地を脱する。私と周隊で曹操軍の目を引きつける。周瑜は兄上を連れて感動を抜けよ。すまない周隊、孫権殿を頼む。羽場所を渡り正面から敵に当たろう。周隊、兄上のため力を貸してほしい。それでは先へ行ける。敵を倒し羽根橋を下ろされば。お見事な戦ぶりです。独断先行と安心さ。味方のいない戦いの恐ろしさ教えてよ。
で跳ね橋を下ろせるんだ。さあ南へ向かうぞ。拠点を落とし敵の目を引きつけるのだ。そうすぎる。おお、その武勇お見事です。一人とは戦を知らぬ素人と見える。しばらくあがいてみるかい。勝敗は陛下の常。またお相手願おう。敵将討ち取りました。脱出できる。それまで耐えてくれ。
なんてことねえぜ。くれるなら私は安心して戦える。無理、これで勝ったと思うなよ。敵将ぶつかりました。お、やっぱりここに来たか。俺の勘どうも冴えてんぜ。この感動を敵に知られていたか。これで敵の奇襲は防げた。アニューレがご無事であればよい。本気ですよ。悩んでいても仕方がない。私の力でアニューレをお救いする。私が各方向にお相手を願おう。出したな。しかし虚構
あの男が曹操と封じていたとはな。曹操の死を掘るか。ふざけおって兄へ売るような真似をし、やらぬまじないしまで用いるとは。浮きつとか言ってたな。孫作、くそ、まじないもバカにならねえな。ケン、親父は俺に孫家を託してくれた。今度は俺がお前に孫を託す番だ。何を言うのです、兄上。任せたぜ。